はいどうもみなさん、こんにちは。えー、5分で知れるキリスト教ということで、えっ、ー、と、今日はですね、大国のキリスト教を5つ紹介していきましょう。ええー、まずは、まあ、なんといってもアメリカですよね。で、こんなもん1分で語れるわけはないんだけど、まあ、あの、ざっくり言うと、ピューリタンが作った国ですから、アメリカはね。 で、政教と運動、まあ歴史で習うことですけど、そのピルグリーム・ファーザーズという人たちは英国国教会から信仰の自由をまあ主張したゆえになんかこうイギリスに入れ、入れなくなった人が信 大陸に信教の自由を求めて、えー、作った国がアメリカですので。まあそのキリスト教の国アメリカ。まあその先進国で唯一宗教国家であるところのアメリカ。これがまあピューリタンである。で、今の状況はやっぱりすごくそこからいろんな右翼曲,曲折を経て、メインライン、メインラインチャーチは衰え、えー、福音主義がすごく福音派。 ね、エヴァンジェリカルが非常に元気があるという状況もこれもまた20年前ぐらいの話で今は実は両方とも衰退しつつあるという状況ですね、えー、中国中国はですねこれだから今確かだけどキリスト教徒の絶対数世界一の国は中国であってるんじゃなかったでしたっけなんか 2, 2億人なのか1億人なのかい,いるんだよね で、まあ、アメリカ、その、キリスト教徒の定義によるんだよ。だから、アメリカで、その、もうちょっと質問を変えれば、アメリカが、えー、7割とかになっちゃったりするんだけど、でも、教会に通ってるクリスチャンとかになると、アメリカが、 えっと、2割3割とかだから、えっと、人口として全然1億人は切るわけで。で、中国が多分1億人超えるんじゃないかな。中国のクリスチャンっていうのがね。だから中国が実はキリスト教人口が一番多い国になってるっていうね。こんな日が来るとはって感じですよね。えー、3つ目がインドですね。で、インド僕行ったことがありまして、インドのキリスト教は非常に面白いですね。で、あの、あ、 イギリス由来のキリスト教と草,の,草の,のキリスト教があって、で、あとね、あの、トマス、聖トマス教会ってのがあったりするから、本当にいろいろなもの、その流れが混じってて、でも本当にざっくり言うと、インドの場合は、 南部にキリスト教の州,州が多いんですよ。あのー、だからオデッサ州とかもそうなんですけど、で、それはね、なんかね、あのー、結局、インドの支配階級は北のアーリア系の人が多くて、えっと、非支配階級っていうのが、南のすごい、 色の黒いね。カレーも非常に辛い。え、州に多くて。で、その、結局、その支配を、の構造を固めるのがヒンズー教じゃないですか。だから、それへの反旗としてのキリスト教みたいな位置づけがあるから、インドでは、え、南にキリスト教が多い州が多いっていうのがあったりするそうです。え、4番目がロシア。 で、ロシアはロシア正教ですよね。で、ロシア正教の伝統を知りたかったら、やっぱりなんといってもト,リストルストイとかドストエフスキーとかを読むと、その文学からロシア正教的なるものみたいなものがすごくよくわかる。で、やっぱり正教ってね、やっぱシスマを経て、正法教会、東方教会に分かれたうちの、ね、その東方教会の流れを組むから、まあ、ロシア正教って本当面白いですよ。僕、そのウクライナ正教の教会に行ったことがあるんですけど、キーウでね。で、そうすると、 oh yep やっぱりね、本当に正教ってすごく、うん、と結局、えっと、今もギリシャ語で確か司祭がお経というか、まあ、経典を読んでるんだけどそれをじゃあ今のウクライナ語ロシア語と全然違うからそ音楽聴いてるみたいな感じだしあとそのお香を焚いたりとかするんですごい象徴性が高くてねで芸術的にもやっぱり優れたものが多いというか,だからまあロシア正教もなんかちゃんと学んだら絶対面白いんだろうなっていう感じはします。まあ、だからウクライナ教教とロシア教の,中の の悪さが今まさに戦争という形で、ね、投影されてたりもするって感じですね。えー、5つ目がですね、まあこれ大国と呼んでいいかわからないけど、まあ、イギリスですよね。大英帝国という意味では大国。で、イギリスの場合はこれはもう本当に完全に国教会とそのウェスレー運動から連なる、うーなんていうのかな、あのウェスレー案はイギリスから始まってるんだけど、ジョン・ウェスレーという人。 でこれはイギリスは本当に国教会強くてだからウェスレー運動ってその遅れてきた宗教改革なんですよねイギリスにおけるねでだから大陸側ドイツフランスとかはそのカトリックが強かったところからルターとかカルバンとかがね宗教改革を起こしていって信教ねその宗教民衆の手にってのがあるんだけどイギリスの場合はちょっと事情が違うから国教会に対して初めて反旗を翻したウェスレーがいてその流れを組む、えー、ピューリタンがいてそれがアメリカに建国して最後戦争 してって形じゃないですかで今もやっぱ国境会の存在感は圧倒的でえっ、ー、と nt ライトだと えー、あとはジョン・ストットだって国教会じゃないですか。で、だからやっぱイギリスはその国教会の伝統ってのがまた残ってるってのがイギリスの神学の面白さだなというふうに僕は認識しています。というわけで、えー、世界の大,、えー、大国のキリスト教かな、えー、っていう5つのポイントで語りました。聞いてくださってありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。